では子育てに関するさまざまなテーマで皆さんに役に立つ情報をお届けしていきます。今回は身分児童館で5月15日にオープンした幼児さん専用のふれあいルームからお届けしています。今回の先生は清水義郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、清水さんは、はい、身分児童館 のスタッフでもあり、はい、児童構成員そして社会福祉士の資格もお持ちだということなんですけれども、はいはい、そういった資格をまず取ろうと思ったきっかけって何かあったんですか？はい、正直言いますと、はい、実は最初児童館で働くつもりはなかったんです。そうなんですね。はいはい、障害児の施設が、まあ、同じ法人にありまして、はい、そちらで私こう見えたら保育士ですので、はいはい、保育士でその障害児の施設で採用されまして、はい、そこで3年仕事をしていたんですけども、はい、3年後に異動になりまして、うん、児童館に行きなさいと言われて、うん、全く児童館のこと知らなかったんですけど、うん、来てみたら本当に楽しいところで、うん、だから自分の着せずして、まあ、児童構成員として働くようになったということなんですけど、うん、はい、で児童館来てからその児童構成員の資格というのがありまして、それもまあ取得をして、うん、でその仕事をしている中でやはり福祉に関するやっぱり子どもの児童福祉に関するこう仕事っていうのをここでしているので、やはりより専門的なこう知識を得ようということで社会福祉の資格もちょっと勉強して、うん、で、取ったというような形です。はい、で その児童館に異動になった時には、はい、もう清水さん自体ももうお子さんいらっしゃったんですか？その時はですね、まだ独身でしたね。はい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 、今現在は今は、小学校2年生、はい、幼稚園年中、うん、で2月2歳になった、3人の男子が、うん、はい、にぎやかな感じでうるさいですね、はいはい、毎日、はい、でその今では児童構成員、うん、まあ、児童館のスタッフとして働かれているわけですけども、はい、実際のご自身の子育てにも何かヒントになるようなところってつながるようなところってあるんですか？そうですね、やはり来てる、まあ、お父さんたちお母さんたちの様子見てて、うんうん、こういう関わり方をしてるんだ、しっかりとした関わり方してるんだなと思わされて勉強になるところもあれば、うん、逆にやはり自分の子育ての経験を仕事に生かすっていうことが、自分が子供ができてからはそういうことがまたできるようになったので、うん、はい、まあ、学びながら、うん、かつ自分の経験も生かしながらというような形で仕事を、はい、しています。はい、はい、で先ほどもその児童館に来られる方のお話ありましたけども、うん、はいはい、実際その児童館 の、うん、来場されている方に、はい、その清水さんをスタッフとしてどういったふうに、まあ、お子さんだけで来られる子たちもいらっしゃると思うんですけども、はいはい、どういったふうに接しされているんですか？はい、児童構成員というのが、はいはい、字を見ていただいたら、はい、児童に、厚かましく生きる人という、はいはいはい、こうちょっと話があるんですけど、はいはい、本当に、まあ、厚かましく生きるじゃないんですけど、うん、やっぱり子どもたちにしっかりこう寄り添って、うん、でまあ、子どもたちだけじゃなくて、まあ、来ている保護者さんたちも含めてですけど、本当にこう一番身近な地域にある身近な本当施設なので、しっかり子どもたちそのと保護者さんたちに、まあ、寄り添った形、厚かましく、うん、こう寄り添った形で、日々、過ごしていくということ を、はい、をやっています。はい、じゃあ今回のそのテーマであります、はい、児童館ってどんなところっていうところなんですけれども、はいはいはい、まあ、もう実際もお子さんもいらっしゃる方とかは、うん、児童館、近隣の児童館に行ったこともある方いらっしゃると思うんですけども、はいはい、私も初めて子供ができるまで児童館って本当行ったこともなかったので、ね、はいはい、無料で行けるとも知らなかったですし、うん、まあ、児童館ってどんなところなんでしょうね。はい、基本的にまあ0歳から18歳の児童、はい、一応児童福祉法上0歳から18歳がその児童となってますので、うん、はい、0歳から18歳未満の児童とその保護者が、まあ、来館、自由に来館をしていただいて、自由に時間を過ごしていただいてというのがまあ基本であるんですけども、まあ、その中でさまざまなこう事業、イベントなども行っていて、まあ、幼児さんとかですとそれぞれの季節にあったいろんな行事、例えば七夕であったりとか、この間も鯉のぼり作りをしたりだとか、まあ、ハロウィン、クリスマスとかそういうような季節行事とかを、してですね、まあ、その中でいろんな経験をしていただくと
ようなそういうこともしながら、また子育て中の子どもさん、子どもさんとその、保護者さんたちですね、うん、間ではいろんなこう講座なんかも開いて、その子育ての中でのこう保護者さんたちのこう力をつけていただくというか、そういうような活動なんかも行っています、うん、また小学生以上だと、今度小学生は夏にあの児童館に泊まるというイベントをするんですけども、そういうイベントをしたりだとか、電車でみんなで出かけましょうというようなイベントをしたりだとか、そういうようなイベントなんかもしています。だからそういうこうイベント、いろんな授業をイベント直しながら、あとはその日々の、来られた方にあの接していって、その中でやっぱりあの例えばお母さん方も日々来られている中で、私たちをこうコミュニケーションを取っていく中で、ポロッとなんか悩み事が出てきたりだとか、まあ、小学生中学生なんかでもやっぱり年齢が上がってくると、いろんな友達関係のことで悩みがあったりとか、部活でこんなことがあってとかっていうのもポロッと話してくれたりするので、そういうイベントとかをしながら、あとはそういう日々の中でのそういう子どもさんたち、保護者さんたちとの関わりというのをやっているという、そういうような仕事ですね、はい、大まかに言うと、はい、今日もあのちょうど今月のお誕生日会ということで、はい、たくさんお子さんいらっしゃって、ね、はい、みんなであの手遊び、歌遊びをされてたんですけども、清水さんも一緒にね、あの子どもたちと触れ合っているのを見て、はい、やっぱりあのさすが3児のパパだなと思ったんですけど、はい、すごい自然に子どもたちと触れ合っていて、やっぱりそういうところが、はい、お母さんたちも安心感を生んで、子どもたちにとってもちょっといろいろと話してみようかなっていう気持ちに。そうですね、そういうところはあるかもしれないですね、はい、ただなかなか私もこういろいろ、まあ、いろいろこう気をかけてこうやってるつもりなんですけど、うん、なかなかやっぱりこう女性とは違って男性なんでこうなかなかね行き届かないところもあったりするんですけど、そういう時はあのもうあのいろいろやっぱりお母さん方にも普段から声かけてるんですけども、うん、どうしても私たちもその行き届かないところがあったり気づかないところがあったりするので、そういうところはもうお母さん方気づいて、こここういうふうにした方がいいんじゃないとか、あのこういう授業やったら面白いんじゃないとかっていうのをあのぜひ言ってくださいと。であの来てる方はあのなんていうんです、使わせてもらってるじゃなくて、ね、僕らがもう来ていただいてるっていう形なので、その来ていただいてる方のこうご意見とかっていうのをいただきながら、あのより良い児童館に越していけたらなというのを思っているので、はい、あのディズニーランドみたいにしてくれるそれはできないんで、お金があんまりかからなくてできることはもうあのすぐできることは極力、ね、あのやりたいと思いますし、はい、そういうところはまた、ね、お話しいただけるといいなと思ってます。はい、今回このお部屋ができたというのもお声があったんですか？そうですね、あのどうしても今まで幼児さんが専用で使える部屋というのはなくてですね、はい、まあ、そういうような声もあったという、私ちょっと4月から移動してきたのであれですけど、それまでにもそういう声がやっぱりあったようなので、それもあってこういうお部屋をあの改装して作ったということのようです、はい、本当にまだあのできたばっかりなんで新しくって、そうですね、はい、すごい綺麗で、あのおもちゃなんかもいろいろ、はい、絵本とかもいっぱい買ったり、おもちゃも揃えて、まあ、これからもう少しね、またさらに充実をさせていこうかなと思っているので、うんうん、ここのお部屋も存分に使っていただけるといいなと思ってます。はい、このコーナーでは子育てに関する活動をしている方々をご紹介します。今回はヤミーのお二人にご登場いただきます。よろしくお願いします。お願いします。ヤミーのお二人はあの普段どういった活動をされてるんですか？はい、私たちは子育て世代の方を中心としてできるイベントを行っております。例えば親子でできるふれあい遊びやレクレーション、そしてあと手形アートなどのワークショップを行っております。で、あの近々イベントがあるということなんですけれども、いつ活動されてるんですか？はい、月に1回伊予市にあるミンクル児童センターさんの中で、ね、のイベントの親子でチアフルというのをしております。11時から11時40分までの間のイベントで、親子でできるふれあい体操などを行っています。もう一つ、月に1回第3土曜日に蔦屋松山インター店さんの中にあるリベロコーヒーさんというところでお話し会をしております。こちらも2時から3時までの間、どなたでもご参加できますので、ぜひ皆さんお越しになってください。はい、ありがとうございます。ヤミーでした。バイバイ。
いてはハンドメイド作家ゆずメロンとして活動する福田さんに ご登場いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実際にゆずメロンさんが作られた作品持ってきていただいたんですよね。はい、これは汗取りパッドです。赤ちゃんとか、はい、幼児さんが夏に汗かいた時にすぐに取り替えられるように これガーゼが40になってますので吸水性もいいですし、洗濯してもすぐ乾きます。はい、では次こちらの作品はどういったものなんでしょうか。はい、こちらはひんやりマフラーといいまして、これから暑い時期が来た時に首にこう巻いて使っていただけるものなんですけれど、通常一つだけ保冷剤が入るっていう商品はあるんですけれども、はい、私の場合はこの3つまで最大で入れることができます。福田さん、その作品を実際作られてるわけなんですけども、はい、ワークショップみたいな感じで、はい、そういった活動も行われているようなんですが、はい、今度どういったイベントがあるんですか。はい、ハリークと題しまして、はい、お裁縫教室を定期的ではないんですけれども、うん、開催させていただいてます。はい、近々あるイベントの方も、はい、教えていただけますか。北海道のテクルンさんで、はい、この汗取りパッドを実際に、はい、作るってことですね。はい、これ手縫いでできますし、はい、カットとかもしていって、うん、あとも波縫いで周りを縫ったらいいだけの状態にして持っていきます。うん、初心者の方でも十分縫っていただけますし、はい、いろんな柄も用意していくので、はい、選んでいただけたらと思います。ワンコイン500円でもう道具材料費込みで、はい、この汗取りパッドが作れるっていうことですね。そうです。手ぶらで来ていただいて大丈夫です。分かりました。福田さん、その先ほどテキュルンでイベントされるということだったんですけども、このフリーペーパーのドコモマさんにアイデア手芸部ということで記事も連載されてるんですよね。はい、各月なんですけど、はい、自分なりに子育てしている中で、はい、こんなのあったらお母さんたち助かるんじゃないかって思ったものを、はい、紹介してるんですけど、はい、またイベントの方に参加して教えてもらいながら福田さんと一緒に汗取りパッドとかいろいろな作品作ってみてはいかがでしょうか。はい、福田さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。清水さんの方からも、はい、何か民部児童館さんのお知らせとかありますか。はい、三富士でミニバースデー誕生会、毎月やってるんですけれども、はい、6月は、15日の金曜日、うん、で7月は20日の金曜日に、はい、11時からの親子体操をしてるんですけども、はい、その親子体操の中でなんか11時15分頃からになると思うんですけども、はい、6月15日、7月20日両方金曜日ですけど、またその誕生会あります。でその誕生会の日に同じ日にですね、その誕生会が終わった後に大きくなったかなタイムというのをやっててですね、はい、これちっちゃい子用の寝てこう測れる身長計体重計とか、はいはいはい、その体重計身長計を用意してですね、うん、身長体重を測っていただいたりとか、はい、で あと手形足形をね押せるこうスタンプを用意して、その、はい、カードをね差し上げてますので、うん、そのカードにこう手形足形を押していただいたり、うん、その身長体重をね、うん、記入していただいたり、うん、これもその誕生会の、身無事でミニバースデーの時に同時にやってますの でこれも誕生会の子どもさんだけじゃなくて、それはもう誰でも参加していただけますので、うん、まあ、月に1回そういう活動もやってるというので、うん、はい、ぜひ来ていただけたらなと思っています。はい、分かりました。はい、はい、では今回は身無事道館の清水義郎さんにお話を伺いました。清水さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、次回は G キッズの高田美奈さんにお話を伺いします。では皆さん次回もお楽しみに。このコーナーでは子育てに関するお悩みをメールで募集しています。番組で取り上げてほしい話題をご覧のアドレスまでお送りください。